見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。外資系生保ジブラルタ生命の複数の社員が顧客から金銭を詐取するなどしていたことが週刊文春の取材で分かった。被害金額は億円超。当社の添田武史社長が社内の会議で報告した音声などを入手した。過去に顧客から金銭を騙し取る事件が相次ぐ。より小さい保険に愛という本質を、より大きいのキャッチコピーで知られるジブラルタ生命。米金融サービス機関のプルデンシャルファイナンシャルが、自衛隊や教職員などを顧客基盤とした旧共栄生命保険を事実上買収し、2001年4月に営業を開始した。現在も公務員団体や商工会団体などと提携し、共済制度を数多く引き受けている。総資産は11兆5437億円で、保険料収入などのでは業界10位前後。プルデンシャルの信用力を背景に、保険金の支払い能力が高いとされる。ジブラルタ関係者が語る。ただ、ジブラルタでは過去、顧客から金銭を騙し取る事件が相次ぎました。016年9月に秋田支社の元社員が6人から約 1.9 億円を詐取した事案が発覚。019年7月には松山支社の元社員が39件、約6600万円を詐取した事案が発覚した。そこで019年8月、再発防止を徹底するためにすべての契約者を対象に契約確認を行ったのです。被害総額は億4000万円を上回る。ところが、それから約年が経った今年8月19日、音声データによれば、添田社長は定例の会議で以下のように語った。当社では019年にお客様の信頼をより確かなものにするための取り組みとして、すべての契約者を対象に契約確認を行いました。その後約年になりますが、未だにほんの一握りの社員の行為であるものの、金銭詐取や架空の投資斡旋などの金銭関連事案が見つかっています。これらの事案の中には営業管理職による金銭詐取の事例も確認されています。このような状況に対して、会社としては強い危機感を持っています。直近の金銭関連事案の概要と題した内部資料によれば、LC、プランコンサルタントと呼ばれる営業職が被害者へ架空の社内投資制度と偽り、知性資料を用いて投資を持ちかけ、金銭を詐取し、被害額約9000万円に及んだ事案などが記されている。この内部資料に記載された金銭詐取事案は、添田氏が述べた営業管理職の事例も含め、計5件。被害総額は億4000万円を上回る。